シカゴレイクフロント。観光客が行かない場所。私は自分の動画を英語から他の14の言語に翻訳しようとしています。私は字幕やキャプションを読むのが嫌いで、他の多くの人が同じように感じていることを知っています。残念ながら、すべての翻訳ソフトウェアは 80% の精度しかありません。このビデオでは、シカゴのレイクフロントで観光客が行かない場所を3つ紹介します。さらに、公園のマクドナルドがいかに素晴らしい初デートになるかをお見せします。これが最初の場所で、シカゴの南側にあります。さらに、70年代から80年代にかけて、この公園はほぼ真っ暗だったので、警察はこの公園に立ち入りませんでした。警察がこの公園に入るのを怖がっていたわけではありません。彼らは黒人に何かが起こっても気にしませんでした。70年代から80年代にかけて、シカゴには人種差別主義者の警察官がたくさんいました。70年代から80年代にかけて、この公園はすべて岩と砂でした。両方向に何マイルも何キロもこのような状態でした。したがって、湖まで車を運転することができます。夏の間、この公園は夜になると、いつも人で賑わい、朝の4時頃になると、人が帰り始めます。70年代から80年代にかけて、この公園に来る人々は、ほとんどが黒人でした。しかし、夜にこの公園を案内してくれたのは、ビリーという白人の男の子でした。そのため、この公園は夜でも安全でした。友達と私は郊外から車で45分の距離にあり、夜にこの公園に遊びに行きました。当時、駐車場は無料で、この公園は夜通し営業していました。そして90年代には黒人をすべて追い出し、木や草を植え、パーキングメーターを設置し、今では公園は11時に閉まります。しかし、私が主に夜遊びをする公園は、北へ車で15分のところにあります。ビデオのこの部分をスピードアップして、15分もかからないようにします。70年代、シカゴのこの地域は、ポーランド系移民や貧しい白人で溢れていました。
アパートの建物のほとんどは古く、放棄されており、いくつかは避難されるべきでした。それでも、今見てください。ゴルフ場、テニスクラブなど。高校時代や大学の夏休みの夜は、この公園によく遊びに行っていました。70年代から80年代にかけて、私が高校生だった頃、この公園は、私のお気に入りの夜の公園でした。さらに、夜になると、この公園は、黒人、白人、アジア人、メキシコ人など、様々な人々で賑わいました。さらに、当時は、車を、湖まで両方向に運転することができました。それから90年代に、彼らは木や草を植え、パーキングメーターを設置し、すべての若者を追い出し、夜は地元の人々だけが公園を訪れることを許可しました。したがって、あなたがこの地域に住んでいたことを証明できない場合、またはあなたが黒人である場合、警察はあなたを立ち退かせます。先ほども言ったように、70年代から80年代にかけて、シカゴには人種差別主義者の警官がたくさんいました。では、この公園のいいところをお見せしましょう。デートに最適な場所です。夜になると、公園のこの部分はとてもロマンチックです。シカゴのスカイラインが背景にあり、建物のすべてのライトが表示され、ボートが港に向かって航行しています。私は最初のデートのために、ここに女の子を連れて行きます。私たちはエビを買って、マクドナルドに行って、フライドポテトを食べました。誰もが、マクドナルドのフライドポテトが大好きで、私たちは大人になったのに、なぜ2等フライドポテトを食べているのでしょうか。それで、マクドナルドに立ち寄り、フライドポテトとバニラシェイクを手に入れました。これで、公園のマクドナルドが素晴らしい最初のデートになることが、わかりました。さらに、ほとんどの女性は、このようなことをしたことがなく、このようなことが、どれほど素晴らしいかを忘れているため、女性が年上であるほどデートが良い。次にご紹介する場所は、車で5分ほどの場所にありますが、それほど時間はかからないように速度を上げます。これは大きな公園です。この公園の端から端まで車で10分以上かかりますが、それほど長くかからないように速度を上げます。90年代、夏と週末には、
この公園は、メキシコと南アメリカからの家族でいっぱいでした。この公園には、たくさんの駐車場がありますが、すべての駐車場が使用されました。しかし、夜は全員帰宅。さらに、彼らが去る前に、彼らはいつも自分たちで後、片付けをしたので、この公園は汚れたり、ゴミでいっぱいになったりすることはありませんでした。その後、90年代半ばに、シカゴはメキシコと南アメリカからすべての家族を追い出し、パーキングメーターを設置しました。最初に少しお見せしてから、この公園で女の子をデートに連れて行くことについて話します。このコンクリートの桟橋、またはドックは以前は10倍の大きさでした。それは湖に出ていくでしょう。夜は女の子を連れてきても楽しい場所です。このコンクリートの桟橋、またはドックの端まで歩くと約10分かかります。それはあなたと彼女だけで他の誰でもないでしょう。地球上に残っているのはあなたたち二人だけ、全世界で二人だけのように見えました。それから夜にシカゴのスカイラインを見ながら座って何かを食べました。私は子供を持つ女性と付き合っていたので、彼女をここに連れて行きました。桟橋またはドックの端まで歩いてランチョブルズをいくつか取り出しました。ランチョブルズとは、親が面倒くさがりで食事を作るのが面倒な時に、子供たちが学校に持って行って昼食に食べるものです。彼女が私に与えた表情を想像することができます。私は彼女に言いました。あなたはいつも自分の子供たちのものを襲撃したかったことを知っていますが、それを行うにはあまりにも罪悪感を感じていました。今、あなたは、罪悪感を感じる必要はありません。さらに、子供たちがこのようなものを食べるのが好きなら、あなたはそれが良いに違いないことを知っています。翌朝、彼女は自分がそうしていることを認め、時々子供の持ち物を襲った。ご視聴ありがとうございました。いいね、ボタン、購読ボタン、コメントを残すボタン、この動画を共有するボタンをお願いします。海外の視聴者の皆さん、ほとんどの翻訳ソフトは 100% 正確ではありません。だから、間違いがあったらごめんなさい。私の音楽を無料で聞きたい方は、私のホームページへどうぞ。私の音楽はあくまで BGM であることをお忘れなく。今はまだ無料だけど、もし追加でお金を払うようになったら、ダウンロードに値段をつけなければならないかもしれない。もし自分の音楽を作る方法を知りたいなら、私の別の YouTube チャンネルでガレージバンドという単語を探してみてください。自分の音楽を作るのは簡単です。私はそれをやりましたが、楽器を演奏することはできません。もしあなたがビデオを他の言語に翻訳する方法を知りたいなら、私の他の YouTube チャンネルに行き、トランスレイトという単語を探してみてください。リンクは以下の説明の中にあります。